市川猿之助の両親、司法解剖により死因の判明。愛する MA 全ての遺産を相続。死んで生まれ変わる、その言葉の意味とは。こんにちは、スコープ芸能です。市川猿之助さんは5月18日に東京目黒区の自宅で両親と共に倒れているのが見つかり、病院に搬送されました。午前10時15分頃、舞台のため自宅に迎えに来たマネージャーが3人が倒れているのを発見し、119番通報しました。両親は2階のリビングで仰向けに並んだ状態で倒れ、首から下には布団がかけられていたそうです。母親はその場で死亡が確認され、段四郎さんも搬送先の病院で亡くなったとみられています。歌舞伎俳優の市川猿之助さんの両親の遺体の司法解剖を都内の病院で行っていましたが、その結果を発表しました。警視庁によりますと、両親の死因はともに向精神薬中毒の疑いで、特異な外傷はなかったということです。両親の体内から向精神薬の成分が検出され、警視庁は今後薬物について鑑定を行います。家宅捜索の結果、自宅からは睡眠薬のようなものは見つからず、処方の有無や摂取の方法についても捜査する方針です。そして市川猿之助さんも自殺を図ったとみられています。また猿之助さん自身の向精神薬の服用については不明としています。市川猿之助さんは意識が朦朧としており、搬送時には呼びかけに反応していたが、その後は受け答えができない状態とみられています。同書によると、市川猿之助さんは半地下にある自室のクローゼット内で見つかったそうです。首を吊ったとみられていて、室内にはスケッチ用キャンバスに書かれた遺書のようなものがあったそうです。これは親しい俳優に宛てたとみられ、文末には孝彦と猿之助さんの本名がひらがなで記されていました。この親しい俳優というのは M のことです。猿之助さんの遺書にある M とは一体誰のことだったのでしょうか。 M は俳優でマネージャー、付き人だった石橋正隆さんのことではないかと言われているようです。 M が石橋正隆さんだと言われている理由についてお伝えしていきます。自殺を図った市川猿之助さんの部屋からはスケッチ用のキャンバスに書かれた2、3行の遺書のようなものが見つかっています。猿之助さんが書かれたと思われる遺書の内容がこちらです。愛する M、 大好き、次の世で会おうね。猿之助さんが見つかった場所のすぐ近くにスケッチ用のキャンバスが壁に立てかけられた状態で床に置いてありました。そこには愛する M、 大好き、次の世で会おうねという内容が書かれていました。 M は猿之助さんの知人だと思われるイニシャル。この M という人物についてはネットでは仲の良かった三宅健さん、ジェシーさんらの名前が挙がっていました。しかし集英社オンラインの記事によると、自身のマネージャーも務める俳優とのこと。自身のマネージャーも務める俳優宛に謝罪の言葉とともに、愛してるといった文面の遺書を残し、それとは別にこの俳優に遺産を全て相続させるという内容のメモまで残していたようです。事件当日に現場から119番通報したマネージャーというのはこの俳優のことと思われ、救急車で段四郎さんらが搬送された後に現場で泣き崩れていたのを報道陣にも目撃されています。また遺書の他にも猿之助さんの財産の相続についての書き置きがあり、親族ではない M さんに財産を相続させるという内容だったとのことです。石橋正隆さんは俳優で市川猿之助さんのマネージャーをされていました。父親は市川猿之助さんの舞台にも立っている俳優の石橋正嗣さんです。 SNS にアップされている猿之助さんとの写真を見ていると、かなり身近な近しい関係性であったのは確かなようです。現時点で M さんに最も近いと言われています。石橋正隆さんは市川猿之助さんの誕生日のお祝い写真をインスタグラムにアップしていました。こちらは複数人でのお祝い会で、とてもリラックスした雰囲気でした。この他にも SNS では、市川猿之助さんと石橋正隆さんが一緒にいるところが数多く投稿されていました。愛してるの言葉から察すると、二人はもしかしたら恋人関係だったのかもしれませんが、真相はわかりません。
その後の捜査関係者への取材で、猿之助さんが死んで生まれ変わろうと家族で話し合い、両親が睡眠薬を飲んだという趣旨の話をしていたことが分かりました。どうしてこのような悲しい事件が起こってしまったのでしょうか。沢社屋の看板俳優に何があったのでしょうか。市川猿之助さんをめぐっては、18日発売の週刊誌女性セブンが歌舞伎激震の性被害の見出しで、一門の弟子らにキスなどのセクハラやパワハラ行為を行っていた疑惑を報道しました。当たり前に手をつなぐ、キスをする、体を触る、一緒に入浴、猿之助さんの自室でお酒を飲み、ベッドで二人で寝る、世界的ウイルス感染の中みんなでどんちゃん騒ぎなど、さまざまな行為を行っていました。一般社会では絶対に許されないこのような行為ですが、沢社屋のリーダーという立場で、それはおかしいことだよと誰も注意できない環境だったことも乗じて、悪気なく当たり前に行われていたようです。また猿之助さんの公演に携わっていたスタッフがキスを拒否したことがあったそうです。そのスタッフは次の公演から担当を外されたそうです。拒否が理由かの真相は分かりませんが、周囲はそう理解したそうです。市川猿之助さんを知る関係者は取材に、役者として仕事に命を懸けていたと真摯に邁進する姿を証言しつつも、すごく神経質なところがある、報道を受けてパニックになったのではと推測しました。猿之助さんは1983年に2代目市川亀治郎を名乗り初舞台、2012年6月に叔父の名跡を継ぎ4代目市川猿之助を襲名しました。人気漫画ワンピースを舞台化するなど、新しいエンターテイメントに挑戦し、歌舞伎界をリードしてきました。20年には TBS 系半沢直樹で敵役を公演するなど、多くのドラマでも存在感を放ってきました。市川猿之助さんは歌舞伎界の重鎮であり、多くのファンに愛されてきた名優です。彼の芸術性と人間性は日本の文化に大きな貢献をしました。今回の悲劇は誰もが予想できなかった出来事であり、心からお悔やみ申し上げます。しかし市川猿之助さんはまだ生きています。彼にはこれからも多くの人々を感動させる力があります。彼の回復と復帰を信じて待ち続けることしかできません。そのためにも市川猿之助さんは一旦お休みください。最後までご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録と高評価、コメントをお願いします。それでは。